挨拶編。挨拶です。両手の人差し指を向かい合わせて同時に曲げます。向かい合った人がお辞儀をするイメージですね。おはようございます。こめかみ近くに当てた拳を下ろし、最後に挨拶の手話を行います。枕から起き上がるイメージ。Let's try。こんにちは。右手の人差し指と中指を額に当て、挨拶の手話を行います。時計の針が12時を指すイメージです。Let's try!こんばんは。前に向けた両手のひらを目の前で交差させ、挨拶の手話を行います。夜に辺りが暗くなる様子をイメージしてください。Let's try!ありがとう。右手を左手の甲に軽く当てて上に跳ね上げます。力士が土俵で賞金をもらう時の仕草ですね。Let's try!ご苦労様。左腕を右拳で軽く2回叩きます。Let's try!おめでとう。すぼめた両手を上げながらパッと開きます。お誕生日みたいですね。Let's try!元気と頑張るの手話は同じです。口の形で使い分けます。口の動きに注目してください。よろしくお願いします。右拳を鼻に当て、頭を下げながら拳を開いて前に出します。良いとお願いの手話を組み合わせています。
Let's try!窓口で使える基本編。私、人差し指で自分を指します。Let's try!あなた、手のひらで相手を指します。Let's try!名前、前に向けた左手のひらに右手親指を当てます。Let's try! 住所、両手で家の屋根を作り、全部の指をやや折り曲げた片手を軽く下ろします。Let's try!電話、親指と小指を立てて握った片手を耳元に当てます。受話器を取るようにということですね。 Let's try! 電話の手話をしながら手のひらを下に向けた右手を前に出します。Let's try! 番号、人差し指、中指、薬指を立てた両手の甲を前にして付け合わせます。Let's try! 何?人差し指を立てて左右に軽く振ります。Let's try!お願い。少し頭を下げ、顔の前から斜めに構えた右手を前に出します。Let's try! 日にち。両手を上下にして、両手同時に順番に指を折ります。 Let's try! 生年月日、指先を向かい合わせた両手をお腹から前に出した後、日にちの手話をします。Let's try! 仕事、両手のひらを上に向けて左右から指先を2回近づけます。書類を集めて整える感じです。 Let's try!
わかりました。右手のひらで胸をなで下ろします。 Let's try。 わからない、わかりません。右手指先で右胸脇を払い上げます。 Let's try。大丈夫。右手指先を左胸と右胸に順に当てます。Let's try。手話。両手の人差し指の先を向かい合わせて糸を巻くように回転させます。Let's try。 飽きた。手のひらを上にした左手の下に右手親指をつけます。飽きた吹きの形ですね。 Let's try。窓口で使おう応用編。